コーク・バリントンは南アフリカの元オートバイレーサー。ロードレース世界選手権で通算4度の世界チャンピオンに輝いたライダーである。自国のプロダクションレースで経験を積んだバリントンは、イギリスに渡ってブリティッシュ選手権に参戦するから、WGP への参戦を開始した。数年間のスポット参戦ながら、ヤマハの二気筒マシンで勝利を挙げるなどの活躍を、 見せていたバリントンに目をつけた川崎は彼をファクトリーチームに迎え入れた。ファクトリーライダーとしてフル参戦を開始したバリントンは川崎の期待に応えて1978年と1979年激戦区である 250cc と 350cc の両クラスで2年連続ダブルタイトルを獲得した。1980年、県、 鈴木率いる川崎とバリントンは、モノコックフレームという当時としては、革新的な構成を持つニューマシン、KR500 で最高峰クラスへの挑戦を開始する。しかし、バリントンの力をもってしても、ニューマシンを開発しながら、レースを戦うには 500cc クラスの壁は厚く、250cc クラスや 350cc クラスでの成功を再現することはできなかった。 結局、3年間にわたる 500cc クラス挑戦で、勝利を挙げることはできず、川崎は1982年を最後に、KR500 の開発を取りやめると同時に、世界選手権からの撤退を決定。川崎がバリントンに、撤退ギリギリまで伝えなかったためその時には他チームの、翌年陣容が、決定済みでバリントンは他チームのシートを得られず、グランプリから引退した。 現在は家族と共にオーストラリアのブリスベンに移り住んでいる。ありがとうございます。